JR 東海は国土交通省で会見しリニア新幹線の工事完了時期を2027年以降に変更する計画の認可を申請したと発表しました JR 東海はこれまでリニア新幹線の工事完了の予定時期を2027年としていましたしかしきょう国土交通省に対して工事の完了を 2027年以降に変更する計画の認可を申請したということです。後期変更の理由について JR 東海は次のように説明しています。これはですね、えー、南アルプストンネルの静岡工区、えー、このトンネルのですね、クスサ工事にまだまあ着手の見込みが立っていないと JR 東海は。 これまでも2027年の開業は遅れると再三説明してきましたが公式の文書で変更するのは初めてです。